少し小指を上げてあげる。胸がこうへっこまないで胸を突き出すようにして肩が完全に外に開く。北島達也です。今回はですね、インクラインサイドレイズという種目を紹介していきたいと思います。なぜこのインクラインサイドレイズという種目を取り上げたかといいますと、結構ですね、日本人にサイドレイズで肩に入らないという人はすごい多いんですよね。このなぜかというとですね、全体的にちょっと猫背になっちゃうという人が多くてですね、僧帽筋っていうこの首と肩の間の筋肉、この筋肉を使ってしまって、サイドレイズってこう横に広げる運動、上げる運動をやっても、ここにばっかり入って三角筋ってこの肩に全然効かないっていう人が多いです。ですからこのインクラインサイドレイズっていうのはですね、これを解消して、またそのサイドレイズの時に僧帽筋に頼らないであげるっていうフォームをですね、覚えてあげるのに非常に役に立ちます。まずですね、インクラインサイドレイズという時に、このインクラインベンチというこの角度がつくベンチが必要になるわけですね。でこの角度どうすればいいかというとですね、ちょっとこうもたれかかってぐらいの結構起きた角度に設定します。これあんまり寝すぎてしまうと胸の運動に変わってしまうので、ちょっと高めにセットします。でこの時に胸をしっかり突き上げて、ギュッとこの胸を張ってあげる。でこの胸を張ってこの肩を外旋させるのが大事ですね。この僧帽筋をなんでサイドレイズに使ってしまうかというと、僧帽筋がこう伸びた状態でこうやってあげるので、伸びた筋肉を縮めてしまうことによって、僧帽筋を使ってしまうので、これ僧帽筋を縮めてあげるとですね、もうここで僧帽筋の力に頼れなくなります。で手をですね、なるべくこう地面と垂直のところまで下げるようにしますね。でこの状態でサイドレイズをやるわけです。この時に、角度がこうちょっと寝ているので、少し、小指側を上げるようにしてあげる。小指を上げるというよりはですね、この指3本で人差し指を持たないでダンベルを使ってあげるといいです。この3本で、の指で構える感じで、この状態で胸を張ってしっかりと僧帽筋を縮めてあげて、手をなるべく垂直に置きます。で肘をちょっと緩めた状態にしますね。でこの状態から、ぎゅっとこう小指3本の指でこう上げてあげます。こうすることによってですね、僧帽筋がすでに縮んでいるので、三角筋で上げるしかなくなるので、こうサイドレイズで、三角筋がうまく使えないという人はですね、この僧帽筋に頼らず三角筋で上げることができます。ちょっと重くやっても全然できますので、ある程度の重さを使ってもやれるんですけど、ある程度の重さを使うときはですね、やっぱ肘の怪我を気をつけてほしいので、肘は少し緩めにして、三角筋をしっかり使って僧帽筋に頼らずできるようになります。これができるようになるとですね、普通に、例えば起きてたとします、垂直に立った時もこの僧帽筋をしっかり縮めてサイドレイズっていうのがうまくなって、いつもよりもこの三角筋に入るようになりますので、このインクラインサイドレイズをぜひやってみてください。このポイントはですね、こう寝るので、このまんま前に真ん中とかこっちが上げてしまうと、前の方の運動になるので、サイドに入れたい場合はちょっと小指側を中心に握ってあげて、少し小指側を上げてあげる。で必ず大事なのは、胸がこうへっこまないで胸を突き出すようにして肩が完全に外に開く。この状態で肘だけをこう肘から先を戻してダンベルを持ってあげて、しっかりやってあげるんですね。これができていれば何も考えなくてもサイドレイズがしっかりできますので、三角筋にサイドレイズが入らないという人はですね、ぜひこのインクラインサイドレイズを試してみてください。インクラインダンベルサイドレイズですね、ダメなやり方、シートをですね倒しすぎてしまうパターンですね。これを倒しすぎてしまうと、この状態でやるとサイドレイズというよりはちょっと胸のこのダンベルフライをただ後ろにやってるだけで、肩というよりは、胸に入ってしまいますので、この角度を倒しすぎないことが大事ですね。これは完全に寝るのではなくて、結構起き上がった状態に近いちょっとだけ角度がつくっていう状態でやってあげないと胸の運動になってしまいます。
あとはインクラインサイドレイズ、ダメなやり方ではないんですけども、肩のサイドじゃなくてですね、こうしてしまうとフロントの方に入ってしまう。まあでもこれも悪くない種目なんですけども、サイドに入れたい場合はですね、こう横に向かってちょっと小指側を上げてあげる、肘をなるべく後ろに引いて地面と垂直に手がなるようにこういうふうにしてあげるんですけど、これを前の方でやってあげると、これはフロントレイズといって肩の前の種目になりますので、まあ、このフロントレイズをやるときはですね、ここまで寝かしちゃうとですね、今度ここの重さが逃げることがあるので、こういうふうにやったりとかですね、あともうちょっと角度を起こした状態でやってあげた方がフロントには効くので、このインクラインにした場合はですね、サイドにしてあげたいので手を前の方に持ってこない、後ろでやるっていうことが大事ですね。あとはですね、肘をピンと伸ばしすぎてやってしまうとですね、肩が後ろに引っ張られている状態なので、肩にちょっと負担がかかりやすくなってますので、ここでピシッと腕を硬直してしまうとですね、肩と肘を壊す原因になりますので、ここもしっかり緩めてあげる。緩めてあげて、サイドレイズをしてあげるといいです。最後まで動画をご覧ください。ありがとうございました。ぜひ、このチャンネルが、面白かった場合はですね、高評価の方とチャンネル登録をお願いいたします。じゃあまた。肩メロンって言うけどあれですよね。どのメロンなのかなって、アンデスメロンとか結構ちっちゃいじゃないですか。アメリカのハニーユーっていう、まあ、メキシコのメロンなんですけど、こんなでかいのあるんですよ。まあでも確かにアメリカのビルダーこのくらい、でかいやついるので、まあ合ってんのかな。